ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。今日はですね、今日から日本人になりたい、私はやっぱり日本人でいたいんですよ。本当にね、歴史を見ても、2000年つってもいいし5万年つってもいいんですけど、日本人は幸福だったんですよ。そしてここ100年前ぐらいからね、最後有色人種で唯一独立した日本をなんとか潰そうと、いうことで白人の最後の攻撃が日本に来たんで、その時は日本はちょっと戦争に巻き込まれてやや問題がありましたけどね、その後戦後も本当にこう日本人のこう素直さって言いますか、努力って言いますか、そういうもので奇跡的に、回復しましてね、立派な国になりました。しかし最近ですね、わざと日本をダメにしようという考えがありましてね、それで日本の文化をとにかく潰していくと、いうことによって日本国民を不幸にしていこうという動きがねあるわけですね。それで私なんか見てますと、それが原因で本当に不幸になってるって人たちが結構いるんですよ。残念ですね。人を不幸にしてなんでそんなに嬉しいのかと思うぐらいあるんですね。その一つに家庭の崩壊なんですね。私は今夫婦別姓とか夫婦別姓じゃないとかいろいろありましてね、それは個人個人にお考えがあるんじゃないかと思うんですね。私が和をもって尊しとなすというのはそういうことを言っておりまして、悪口を言うとか非難するとかそういうんじゃなくてですね、一人一人がよくお考えになった意見を尊重するっていうことを言っておりますね。私はね、まともなことということをですね、学生なんかにもいろいろそういうことがありますとね、これ講演なんかでもまともなことが一応いいというのが私の考えなんですよ。そのまともじゃないくなってしまった人とかね、そういう人のことを悪口言うとかそういうことはいけないんですよ。ヨーロッパ流にちょっと悪い、肌がちょっと黒かったら差別するとかね、ちょっと貧乏だったら蔑むとか、そういう白人の文化ってのは良くないんですけど、日本にはそういうのありませんのでね。ところがその白人のそういう悪い癖といいますか、そういった文化に染まってしまっている日本人がいましてね、その人たちがわざわざ日本のいい文化を壊す、文明ってもいいんですけど、文明と文化って難しいんですけどね、そういう人がいるわけですね。私は例えば家族と行きたいと思うんですよ。しかし家族と行きたいと思っている世界の人たちって少ないんですよ。僕はいつも言いますように、世界約200カ国のうち、家族単位の戸籍っていうのを持ってるのは7カ国しかなくて、ほとんど日本および日本の影響を受けた国っていうことなんですね。で、戸籍がないっていうことに対して家族の戸籍がない、親が誰であるか誰が子供であるかっていうことを書いた戸籍がないということに驚く人もいるんですよ、日本人ですとね。それ何って、それは非常にいいことで、やはり私はね、私の人生を考えても、多分ここを聞きの皆さんの人生を考えてもね、やっぱり普通にはですよ、普通、これ普通っていうのが大切なんですけどね、ご両親から生まれてですね、そして兄弟が少しいて、それでできれば近くにおばあちゃんおじいちゃんもいて、そしてそのうち孫ができてと、で家族が毎日笑いながら過ごし、時に入学したとかね、卒業したとか結婚したっつって家族で大喜びし、それで大会かなんかに優勝したっつってもみんなで涙を流し、よかったねと言って、そして病気もして手術もして、誰かがね家族で失敗もして、結婚もうまくいかなくてという波もあって、それを家族で助け合って、そして人生を終わるというのを基準にするっていうのがいいと思ってるんですよ。こんなこと言いますとね、こんなこれひねくれた人が多いんでね、武田はそういう人がいけないって言ってんのかね。いや、そんなことはないんです。私はいつも言ってるように物理学者なんで、物事には分布っていうのがどうしてもあるんですよ。150センチ、身長が150センチの人もいれば190センチの人もいる、痩せた人もいれば太った人もいる、頭の記憶のいい人もいるし悪い人もいる、体が弱い人もいれば強い人もいる、
この分布がなくて多くの人間が存在するということがもう物理的にできないもんですからね。また物理的には非常にそういう状態を作るにはものすごく高いエネルギーが必要だって言ってもいいんですね。だから普通は起こらないんですよ。だから中心を外しちゃいけないってことなんですね。やっぱり中心は僕は家族と生きるってことだと思うんですよ。家族と生きる。その時の家族っていうのはやっぱり平均的なもんですね。親がですね、幸せな結婚をして、そしてしばらく経ったらその結婚の中で自分が生まれ、自分が生まれたので自分はもともと親が結婚して子供を産んでくれなければ闇の中に、まあ、生死だか卵子だか知らないけどそういう形で終わってしまう。それが親が結婚してくれてね、自分というのがこの世に生まれて光を見て、ご飯を食べて喜び悲しみを味わうということができたと。またこのできたのもね、幼くして命を失った人、国を守るために戦って命を失った人、お子さんを産む時に亡くなったお母さん、いろいろいますよ、それは。そういうことを、もう、そのことをいろいろ言わないとね、話ができないっていうへんてこなね、なんか、悲願だ世の中になっちゃったんですよ。その人たちも全然僕らと同じ、僕らっていうか、僕もそれほど順調じゃありませんでしたからね。みんな同じなんですよ。だけど標準、これがいいっていう像はね、はっきりと頭の中、心の中にないとね、そういう人生は送れないんです。人生ってのはね、口に出していいことを言い、頭の中でいいことを考え、心の中でいいことを考えて、初めていいことの可能性も増えてくるわけですね。不吉なことを言い、不吉なことを想像し、そういうことを口に出したりすれば、やはり不幸の比率は高くなってくるんですよ。ですから私はね、とにかく幸福な結婚をし、幸福に子供を産み、子供が世の中の光を受け、それで、まあ、最初はキャッキャッとね、最近でもネットを見ますとね、赤ちゃんの仕草みたいのを出してるのがありますよね。いや、いいですよ。ほんと、ほのぼのとして。何回も見たくなっちゃいますよ。あの純粋な、あの1歳ぐらいの子供のね、純粋な目、仕草。本当にいいなと思いますよ。それは人間がこのように生を受けて、生きるということがどんなに大切なことかということを素直に自分の心が応じていると思いますね。赤ちゃんの可愛い笑顔なんか見るともうたまらないですね。まあ、もちろんそんなこと言うとまた犬と猫は可愛くないのかとかこういうの書きますからね。もうなんてひねくれてるんですかね。まあこのひばりクラブとか落語会はもうひねくれた人はもういいから遠くに行ってください。もう暗くなっちゃう人生が。別に人のこと非難したってね、こんなことが抜けてるじゃなかったって人生は良くなりません。家族と楽しく過ごすんです。笑いの絶えない家族、喜怒哀楽を一緒にする家族ね。そして子供の成長を少しずつ成長していく、本当に子供の成長を見ててもね、まあ幼稚園のぐらいの時、もっと幼児、幼稚園ぐらいの時、小学校も1年、2年、3年、4年と少しずつ子供が立派になっていくのが分かりますよね。そして中学校ぐらいになってぐれたり、考え込んだり、悩んだりすることもあるし、いろんな子供がいて、それで育っていく。うまくいかないこともある。まあもちろん、これからはね、やっぱり、なかなか大変な世の中ではあるんです。一つは、日本は7000万人ぐらいがせいぜいの人口なんですが、戦争があって310万人も亡くなってしまったので、その後の人間というものはどうしても子供を産みたくなるもんですから、民族としてですよ。これ群れとして。私が落語をつってるそれなんですけど、群れとしてやっぱり産もうという力が働くんですね。ですからまあ1億2000万まで行ってしまいましたけども、まあそれはちょっとやりすぎたので、今はバックしてますね。ですからまあ、普通だったら夫婦が2人ですから、子供も二人がいいんですけども、まあ、ほぼ一人になってきましたね。まあ、それはしばらく仕方ないと思います。で、こういった時代の波ってのあるんですね。やっぱり人間はそこで生まれた時の状態に左右されます。戦争がある時には兵隊に行ったりね。母親も
爆弾で逃げ惑ったりしますしね。昔だったら、馬賊かなんか来て切り殺されたりする時代もあるんですね。ですから時代によってその影響を受けるっていうのもこれは分布でしょうがないんですね。だからこれからまあ30年か50年ぐらいはですね、人口減少の時代に入りますんで、それはそれでまあ人口減少の時代に自分は生まれたんだなと思うことなんですね。やっぱそれしかしょうがないんですよ。まあだから夫婦2人に子供2人っていう生活はやや可能性が低くなるし、それから夫婦2人子供2人ばかりじゃなくてね、結婚というものにそういうことにならない人も多いんですよ。それから子供が生まれないという人もいるんですね。だけど結婚しない人がいるから結婚する人もいて、子供がいない人もいるから子供ができる人もいるんであって、これこそがね、もう本当の宇宙の原理なんですよ。それは空を見上げてみればね、小さい星もあるし大きな星もあるし、遠い星もあるし近い星もあるね。太陽系だけ見てもね、水金地火木土天海って見てもね、全然それぞれ違うじゃないですか。なんでなんて聞いても、それがエネルギー的に安定した状態なんだからしょうがないんですよね。それが私たちの生きている宇宙というもんですから、それはもちろん世界というもんだし、人間というもん、自然というもんですからね、まあ、自然に従ってできるだけその中で幸福な満足した人生を歩くようにすると。やっぱり家族は大切ですよね。自分が息を引き取る時も、まあできればね、家族の一人か二人は横で涙を流してほしいね、手も握ってほしい。そして昔のように本当はね、おじいさんおばあさんの写真、お父さんお母さんの写真、それがこう飾ってあるっていうのはね、そういうほのぼのとした本当に家族を大切にして、家族を基本として生きる。もちろんね、難しいことあるんですよ。先ほど言ったように、自分の生まれた時が戦争の前なら戦争に遭うこともあるし、また逆に戦争の後なら子供がうんとできる時もあるし、今ですと子供がうんとできない。それから夫婦間もね、江戸時代ぐらいの普通の人間の生活で、だいたい平均寿命が50歳ぐらいと。まあ私が実は生まれた時に日本人の平均寿命は男女とも47歳でしたからね。今とは比べ物にならない世界でした。そういう時代には20歳で結婚しても、結婚生活は長くても20何年なんですよ。20年ちょっとなんです。ですから夫婦の間っていうのは、まあ20年ぐらい持てばね、仲良く持てばまあいいんです。ところが今、人生100年ぐらいになりましたからね。100年ってことないけど90歳としましょうか。30歳で結婚しても夫婦生活が60年になりますね。まあ、そうしますと夫婦生活もですね、まあ昔のようにずっと同じようなっていうわけにはいかないんです。人間の間っていうのはね、60年も持ちません。ええ。ですから子供との間もね、生まれて自分が死ぬまで子供とずっと仲良くっていうわけにはいけません。いろいろその間にはね、波風があります。それは寿命が伸びたという幸福に対してやっぱり若干の不都合が起きるんですよ。いいことばかり起こるってことはまずないんです。ですから寿命が伸びれば夫婦も長持ちしないので、時々亀裂を生じたりですね、子供との間が圧力があったりすることもあるし、それからもちろん50歳で50年で死ぬ時と90年で死ぬ時とは病気の回数もやっぱり増えます。それしょうがないんですよね、そんなこと言ったって。だけどあなたは50歳で死んだ方がいいですか、90歳で死んだ方がいいですかって言ったら、やっぱりちょっとぐらい1回ぐらい病気が多くてもね、やっぱり90歳まで行きたい、ちょっと目が不自由な、不自由というか見えにくくなってもね、耳が聞こえなくなってもまあいいかなと思う、この心なんですね。この心なんですよ。だけど僕は一番大切なのはやっぱり私が暗闇の中で精子と卵子のまま終わるよりかね、やはり父親母親が産んでくれて、まあね、私は最初は辛い人生でしたけどね、体が弱かったから、だけどもやっぱり感謝してます。私はやっぱり世の光を見て、友達と会って家族と中で育ってね、それがやっぱり僕は自分としてはやっぱり宝ですね。ですから日本人はなんで日本がいいか、戸籍がなかったらね、18歳になったらもう家族バラバラなんですよ。これね、ほんと不思議なんです。まあ、
ここで一回書いたらなんかまたすぐ反撃してくることありますけどね。18歳になったら親子関係が切れる国っていっぱいあります。それからまあドイツなんか言うとまたね文句が来ますが、ドイツなんかも戸籍ありませんからね、結婚、正式な結婚しなくて結婚したような状態、フロインディンなんていうねポジションもあるんですよ。だけど私は嫌ですね。やっぱ私は日本人でいたい。いい状態っていうのをそのまま素直にいい状態、人間は家族で過ごすのがいい。そうならない場合もある。ならなくてもそういうのに近い人生を歩きたいと思っております。まあそうじゃない人は別にコメント書かなくていいです。もうこの際いいです。家族が大切だと、家族の中で過ごしたいね。子供がいなくても親が元気だったらいい。子供がいなくても家庭がなくても友達がいればいい、ね、心を許せる人がいればいい。とにかく自分の与えられた運命の中でね、家族のような人に囲まれて楽しく人生を送りたい、私はそう思いますので、今回に限りそうじゃないという人もいっぱいいますけど、私はその人のコメントはいりません。はい、団結して家族の中で過ごしたいと思う人が、このブログを読んでいただくことを希望いたします。